なくない？もう落ちたと？あ、会計取ってこんでいい？これがなんか歌舞伎町の大変か。あ、なんかくすんでるね、今年は。目的地周辺です。微妙な色の間に下の方は多いよ、まだ。ねえ、本当だ。リアタイマー抜かったのかな。わかんない。半分はいいじゃん。うん。ああ、とか言って去年。忘れた。ここ来た時に一応がなんとかやったじゃんとかし。ここな山沿いに。で、あれのこちゃねえとーとかって言ったけど、なんかこ今年そのイチョウしかねえね。まだ売れてないんだって。あれか？いや、本家トークじゃねえかったよね。なんかもうちょっと原尻の近くのところに。あこの向こうにあるのかな。でもなんかそこにもうちょっと長くなかった。遅いのかな、今年は。ちょっとそこら辺のもイチョウじゃなくて、つかずなっちゅるんだよ、やらいっぱいこう。でも色はまだいまいちだな。およそ300メートル先、右方向です。日当たりが悪いわけじゃないよな。その先、700メートルで原尻の滝入り口を右方向です。外人さんじゃ。外人じゃない。失礼ですか。右方向。あ、ここがフィニッシュだったんだ。その先、700メートルで原尻の滝入り口を右方向です。結構地方が一応珍しい。じゃあ右線右方向行く、うん、あるなんもねえかもしれない、うん、さっきのおかしいと思っていこう。手がいらん。ここはなかなか綺麗じゃん。この間の時まだ全然青々しとった子が。おお、あ、もみじも赤くなった。ここなんとか、なんとか書いてるから。記念館跡？大型、なんとかの記念館。なんだこれマリュ？こいつの腹いっぱいだった。さすがにシェフを越したら言わんやろうか。テントが張ってるんだ。テント？